環境省は福島県飯舘村の帰還困難区域で除染した土で農業を再開する復興事業の様子を初めて報道陣に公開しました。帰還困難区域の見本になればいいなと。飯舘村では福島第一原発の事故で発生した除染土を長泥地区に埋め立てて、さらに普通の土を盛り、そこで試験農業を行う取り組みが住民の合意を得て進んでいます。昨日は除染した土に紛れ込んだ枝などを取り除く工程や、来月始まる予定の作付けの現場などが公開されました。